はようございます。8月6日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな観光案内のスタートです。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りをしております。この番組はガイドブックなどではあまり紹介されていませんが、よく見てみるとはたと気づくような、ちょっとディープな川越の横顔や身近にありすぎて普段なかなか見えてこない隠れた川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるーくお伝えしていきます。時にマニアックすぎる内容やニッチすぎる話題もちょくちょく登場いたしますので、あらかじめご了承ください。この番組は旅行や散策で川越にいらっしゃる方はもちろん、地元にお住まいの皆様もぜひお聞きいただければ幸いです。お相手は小江戸川越のらりくらりでございます。ということでね、やってまいりました。今回はね、オープニング結構静かな感じになっております。先週先々週がすごかったですね、あれね。お祭り騒ぎで、しかもね、ちょうどね、賑やかな放送の2回目が、ちょうちん祭りに当たったということでね、なんかね、お祭り気分でやっておりました。そして、まずですね、冒頭に御礼を申し上げます。7月までですね、スポンサーをやっていただきました、小西様、本当にありがとうございました。充実したですね、放送を作るように、少しでもまた努力していきたいと思いますので、また気が向いたらよろしくお願いいたしますという個人的な連絡ですかね、これね。はい。そういうわけでですね、今日8月6日この番組の放送が終わって2時間少しぐらいで、非常に日本人にとって重要な、ことがね、ありますね。はい。8月6日っていうのは長崎の原爆期でございます。確か8時過ぎだったかな。戦時中のね、昭和20年に原子爆弾が落とされてたくさんの方が亡くなったという流れですね。本当に、ね、心からね、ご冥福をお祈りいたしますとともに、もうね、こういうバカな兵器は使わないような世の中になってほしいですね。さて、そういうわけでね、そういう時期になりますと、世間は夏休みの真っただ中っていうか、もう10日ぐらい過ぎてんのかな。この番組を聞いている、お父さんお母さんね、お子さんの自由研究っていうのは決まりましたでしょうかね。夏休みの宿題は8月の第4週にやるものだ主義の私としましては、この時期から仕掛けるのは非常にですね、心苦しいんですが、そんな中でですね、その夏休みの自由研究川越調べてみません。はい。しかもちょっとディープなやつね、これを調べて、自由研究で発表してみてはいかがでしょうか。今回はね、本丸御殿を中心とした約1時間ぐらいのエリアの、散策研修、研究みたいな感じで、準備しております。条件はですね、お子様と保護者様2名で1000円ね、お子様と保護者様2名で1000円、しかもね、ラジカバ会員ならこれが500円ということでご案内をいたします。で、特に記念品とかグッズはつきませんけども、ご自分で見て、ご自分でノートに書いて、でご自分で、それをまとめるっていうのがね、自由研究の醍醐味でございますので、ぜひですね、詳しくはですね、Facebook の小江戸川越のらりくらり、もしくは、小江戸川越のらりくらりの、公式 Twitter から DM などでお問い合わせをください。日程等はね、その時にね、調整したりしますのでね、よろしくお願いをいたします。たまには本業でも活躍させてくださいと切実なことを言っておりますけれども、はい。そしてですね、今回ですね、なんとお便りが届いておりましてね、非常にありがたいことですよね。なんていうのかな、この番組は意外と、退屈な番組なんで、聞いていただいている方も、退屈なのかもしれませんが、そんな中でお便りをいただきました。はい。もうもはや常連でございます。
リアスウニコさん、いつもありがとうございます。これね、いただいたのが7月の16日にいただいておりますので、もう半月以上前になりますけどもね、おはようございますだよ、前日の大雨心配したよって、まあ、結構大雨降った時ありましたでしょ、あっちこっちでなんか水が溢れるんじゃないかってね、ということで、なんかね、それに関してのご心配ありがとうございます。で、ちなみにラジオ看護師ってどこにあるんだよと来ておりますが、これ道案内した方がいいですか。はい、東武東上線、JR 川越線の川越駅東口、迷わなければ徒歩4分ぐらいです。はい、アトレっていうね、百貨店がありまして、その隣、まあ、広い意味の隣になりますので、ぜひですね、こちらの方、検索してみてもいいんじゃないかなと思います。多分住所乗っかってますよ。はい、そしてですね、川越に住んだら農業がしたいと思ってましたが、こちらの暑い日に一日草刈りをしたら筋肉性大変だったよと、大変ですよね。自分のね、家の周りの草むしりっていうのも大変ですからね。はい、で、川越の農家さん、夏は朝早く仕事して暑い日中は畑仕事休みなのでしょうかという質問があるんですが、これどうでしょう、生産者の方ぜひですねお答えいただければと思います。まあ、私もよく歩いてて、拝見するのは、日中はあまりね、田んぼとか畑生産者の方は見ませんね。だからもしかしたらね、直射日光は確かに避けてる可能性がありますのでね、こういうふうに過ごしてるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひお便りください。リアスウニコさん、ありがとうございました。前ね、お話ししました、レジモプレゼントのね、川越ガチャ一つお送りしますので、お受け取りください。で、夏といえば暑いじゃないですか。で、暑いって言えば階段なんですよね。はい、階段ってもこう登ったり降りたりする階段ではなくて、はい、その階段なんですけれども、これ川越に階段話って多少はあるんですよ。で、昔から伝えられてる言い伝えとかの中で生まれる階段話ですとか、それからですね、なんていうのかな、実際に何かがあった後に生まれる怪談話っていうのがありまして、この怪談話いろいろね、選択はね苦労しました。はい、で、昨年ですかね、昨年川越怪談っていうのが、ラジオ川越で、やってましたし、あと今日ね8月6日っていうのは武州川越お化け話でしたっけ、実際のイベントが、西明寺さんで行われるということでね、チケット持ってる方は絶対行っていただいても結構です。そしてオンラインチケットの方はもうね、ちょっとアーカイブが残るそうなんで、そちらの方を聞いて楽しんでください。でもね、いろんな階段もですね、私も調べてみたんですけれども、結論はね、生きてる人間が一番怖いですね。はい、基本的にね、この怪談話ってその地域でのやっちゃいけないこととかね、それから危ないことをさせないための現象の一つだと考えられるんですよ。よくあるのが、川でね、ここで遊んでると、川のここで遊んでるとカッパにしりこ玉を抜かれますよっていうようなね、言い伝えってあるんですが、そもそもしりこ玉って何ですかっていうね、調べたんですけどね、はっきりした答えがなかったんで、もうね、もうスーパー小説ありでいいかなと思いますけれども、あとはね、これはだから、ね、流れが急なところとかで、子供たちだけで遊んでると危ないよという意味とかね、それから、なんだろうな、ヤマンバの伝説とかあるじゃないですか。ああいうのですと、ね、やっぱり山奥に一人で遊び行くと山んばに取って食われちゃうぞとかね、というような注意事項っていうのもある程度含めているんじゃないかなと思いますね。で、代表的なところで川越の階段といいますと、どうなんでしょう、伝承の方から行きますと、雪塚稲荷ね、雪塚稲荷の階段です、ね、このいつものね、音楽に乗って階段話をするっていうのは、このすごいシュールだと思うんですよ。
うん、多分ねラジオの向こうの、私もびっくりしてると思いますけれども、この雪塚稲荷って幸い町にありまして、昔ですね、この東松山の狐さんが八王子の狐さんにですね、なんかお届け物をするというのがあって、そのために川越の、うん、今の蔵造りの通りですね、一番街を歩いていたそうなんですね。でその時に、その当時の川越の若い衆がですね集まって、この狐を捕まえていじめて食べちゃったっていうね、伝説があります。でその後に、その辺にポッと骨を捨てといたらば、その後にね、うん、その通りの中を大きな火の玉がね、行ったり来たりするっていう怪談があって、でさすがにこう周りに住んでいた大人衆たちがね、何があったんだっていうことで、その若い衆たちに聞いたら実はこうだった、それはまずいじゃないかっていうことで、今の場所に雪塚稲荷神社っていうのを作って、そしてその狐を供養して、そしたらその怪奇現象がなくなったっていうお話があります。でこれもね、川越市に詳しい文献等を読んでおりますと、その雪塚稲荷神社の拝殿のところですね、そこをですね、なんか昔発掘調査したらしいんですよね。そしたらあの狐とは断定できないけど動物の骨が出てきたっていうのがあるんで、あながちね、うん、嘘ではないのかなという感じはします。まあ、その怪奇現象に関してはちょっとどうか分かりませんけども、ただね、お稲荷さんって意外とね怒ると怖いって言われてますんで、うん、だからといってその狐とか動物をいじめちゃいけませんよっていう戒めの意味も兼ねての、なんていうのかな、怪談に育ったのかな、ね、あとはね、川越に、昔あったお寺がありまして、これがね今でいうと通り町、うん、通り町に、まあ、かつて川越街道のクランクその1があったんですけれども、そのクランクの部分の角に覆いかぶさるような感じでお寺がありまして、はい、でこのお寺のですね、住職さんが実は幽霊と合差したっていうねお話もあったそうです、はい。これもね、これね、川越の民話と伝説、埼玉県の民話と伝説川越編っていうところに出てますんで、これね読んでみると面白いです。ちなみにこのお寺の名前を、ご自分でこう調べていきますと、そのお寺が最終的に今どこにあるのかと現存しますので、川越市内にはありませんけど現存しますので、こちらの方もねちょっと調べてみる自由研究になるんじゃないですか、これも、はい。川越から出てったお寺とか川越にやってきたお寺っていうのもね、自由研究になると思いますし、でもね自由研究のこの最後の文章に諸説ありで全部ご利用するのはどうかなと思うんでね、一応文献調べてみてくださいね。であとはね、これ川越の郊外なんですけども、ちょっと南の方になります。なんかその筋では有名らしいんですが、幽霊通りっていうなんか道があるらしくて、うん、でこれ私 YouTube で見たんですけど、幽霊通りっていうのがあって、それ見てたんですけど、いや聞いたことないなっていうものだったんで、でこれ森の中をね通る道路なんですけども、ここをこう歩いていたりすると、普段見えてないものが見えてくるっていうのがありまして、うん、本当なのかなと思って、でその映像作品の中には、それっぽいもん映ってませんねと、で霊能者というふうに語る方が、なんか喋っているんですけども、いやいるんだけどどんなのがいるかわからないっていう、非常にもうね霊能者のコメントそのものが小説ありだったみたいな感じのね、うん、流れがありました。であと意外とね川越では有名なのが、大きな国道同士が交差する交差点があるんですけど、昔その交差点の角に電話ボックスがありました。でそこでですね、女性が現れたっていうのがありまして、これもねどこなんでしょう、うん、電話ボックスそのものがないので、検証のしようがありません。で意外と有名なのが国道の花嫁、街道の花嫁ですかね、はい。一応街道っていうと川越街道になるんでしょうけども、うん、まあ大きな意味での川越街道であります、はい。でこの
街道沿いのとある歩道橋のところに、花嫁衣装を着た女性が立っている。でこれがねまた別にマリアだっていう話もあるんですけれども、うん、でこれはね、いろいろこう見てみるとそこの歩道橋の上り口っていうのが普通歩道橋ってなんかこう一方から階段登っていくじゃないですか。でところがその歩道橋はとある方向に限って、なんていうの東西とか南北に低いところでパッと下が分かれてるんですよ。もう大体分かりますよね。階段が、向き合ってる感じになります。そうすると手すりが向き合います。で一般的に歩道橋の手すりは縦型に、補強が入ってますよね。これライトが当たるとなんかね影がスカートに見えるっていうなんかからくりがあるらしくて、まあそれでねなんかね、広がっていったっていう階段らしいですね。うん、でもこれどうでしょうね。でも実際あの交差点ちょっと悲しい出来事があったのは確かなので、あえてですねその悲しい出来事は喋、らないようにはしておりますけれども、うん、まあ、階段の場所よくなんか心霊スポットとかね、最近の動画ですとなんだ事故物件っていうなんか YouTuber さんたちが頑張っていらっしゃるようですけども、あまり面白半分でやってるとなんか本当にね来ちゃう場合があるとかっていう話もありますのでね、ちょっと霊感があるなと自覚する方はね、面白半分では動かないでください。まあ、かくいう私も、まあ、先ほどお話ししました川越階段っていう中で、うん、実際に体験したってことだけしか話してない回があるんですよ。もしかしたらアーカイブ残ってるかな、まだね。うん、この川越階段の中では、まあ、当時そのお付き合いしていた女性が、なかなかこうそっちの世界の人に好まれるような体質らしく、ちょいちょいこう周りでいろんなのが降りてきてそこでバカな話をしていたっていうね、うん、怖くもなければですね緊張もしないお話だったんですけど、ただ、まあ、そういう風に見てるとなんて言うんでしょうね、こう毎回毎回出てくるとね怖いとか不気味じゃなくてまた来たのっていう感じになっちゃっていたのを記憶にあります。だから多分、もしその人にで、その人がまあ本当にそういう体質だったとしたら私も感化されて少しそういう感が強くなったのかなっていうのがあったりしますので、まあこれはね、まあ、自分が見た若き日の幻影だったのかね、若さゆえ何かそういうものを見てしまったのかねいうのもちょっとよくわからないんですけど、今となりましてはね、でもまあそういう体験をしたっていうのは確かでございますのでね、うん、でもねめっきりないですね今そういう体験ね、はい、うん、やっぱりねさっきも言いましたように生きてる人間が一番怖いです。うん、でねなんていうのかな、この伝説の中での怪談話って言いますとやっぱりさっきの狐じゃありませんけども、やっぱりこれもね読んでみると、伝承になるような話なんですよ。今福にね妙見院っていうお寺があるんですね。でこれ今もありまして、春のねしだれ桜非常に美しいところで、もう何年か前の、広報川越では、表紙にもなったというところなんですが、この妙見院のあたりは欅や雑木が生い茂り、昼でも暗く人通りも少なかったそうです。今もねそんなに人通りはないですね。ですから夜などはとても一人歩きなどできるもんではありませんでした。ある日のことです。妙見院のすぐ近くに住む大変働き者の娘さんが隣村に用事があり朝早く出かけました。ちょうどこの放送時間あたりですかね。うん、ところが帰ってくる頃は日も秩父連山に傾き薄暗くなっておりました。畑もありましたがまだまだ原っぱが多く、暗くなると、もう目当てもなく歩きにくいところです。しばらく歩きますと前の方に見覚えのある林が目に入ってきました。よかった、あの林を通り抜けたら我が家だと思うと娘さんの足は自然と速くなりました。ところが進めば進むほど道が遠くなります。そして見覚えのあった林の道は歩いても歩いても林の中です。おかしいと気づいて辺りを見回しますと、どうも同じ道を何度も何度も歩いているようです。
これはばあちゃんの言っていた狐にでも化かされているのかと、ますます速い足になり前だけを見つめて歩きましたが、どうしても明かりが見えません。娘さんは途方に暮れ泣き出してしまいました。その時、おーいおーいと呼ぶ声がします。心配になって家の者が迎えに来てくれたのでした。後ほど聞いてみますと、娘さんは妙見院の中をぐるぐる回っていたそうです。それからは夜道の一人歩きは二度としなかったそうです。これ多分ね、防犯ですね。うん、まあね、今でもね、夜道の一人歩きってね、決して安全ではないですから、特にね、妙齢の女性などをね、うん、やっぱり防犯ベルとか、懐中電灯とか、いろいろこう持ってですね、こう身の安全を守りながら歩いていただければなと思うんですけども、でも夜の川越の散策も面白いですよ。うん、観光客の方がほぼ帰ってしまった後の川越の街って、意外とシュールです。でシュールって別に怖いとかね、そういう意味じゃないんですけど、なんかこう普段着の普段の顔の川越を見せてくれてるんでね、まあいつかね余裕がありましたら、川越ナイトツアーでも企画したいかななんて思います。はい、まあ、あと有名なのが川越線ね。でもこれもね、この番組で何回話してんだろうというような階段ですけどもね、JR の川越線ですね。で、まあ、これもよくもうご存知の方も多いと思いますが、昭和15年1940年に開通してて、まあ、その前の段階から計画があったんですけども、うん、川越線ってこう基本まっすぐじゃないですか。日進でちょこっと曲がって、それから荒川渡り終わったところでちょこっと曲がって、で今度川越駅に入る前にぐにっと曲がって、で川越駅を出てから、あれはどこだ、野田か、今成のあたりぐにっと曲がって、あとほぼ直線じゃないですか。はい、これは地図の上に線を引いてそこを強制的に買収していったっていうものなんですが、その一角の中で、南フリアと日清の駅、南フリアと差し扇の駅の間に、墓地があるんですね。でその墓地の中を、列車を通したと、うん、で、開業した当初はその列車を追っかけてくる、白い服の女性がいたっていうねのがあって、でそれでこれはさすがに良くないなということで供養したらピタリと収まったという、まあ、都市伝説的な怪談もございます。うん、なんかねこういろいろあるとやっぱりやることをきちっとやっとかないとダメだよっていうような、うん、道徳的なものがあるんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、あとはちょっとねリアルな殺人事件とかそういう事件絡みの物件の話が知らなくはないんですけれども、うん、まあ、ちょっとね、早朝のラジオでふさわしくないかなというのがあります。で、あとね、有名なのが、うん、階段とはつながらないんですけど、東武東上線、ね、これを建設した時に川越市駅の近くの工事をしている時に、まあ、多量の人骨が出てきたそうです。でよくよく見てみたら、まあ、この辺が江戸時代の時にね、まあ、ちょっと悪いことをした人を懲らしめる場所だったらしくて、でまあその方々のご遺骨が、埋まっていた、これが掘り出されたっていうことで、まあ、ここら辺もちょっとねある意味、なんか強引につなげればミステリースポットになるのかなというような感じなんですけども、意外とねこういうなんか何かがこう見えたとかこうしちゃダメだよっていうのが発展したっていうのが、まあ、全体的に怪談なんじゃないですかね。うん、意外とね、そういった意味では人が作る怪談の方がよっぽど怖いかもしれませんね。うん、言い伝えの中だったら、まあ、冒頭にも申し上げましたように、うん、ここに入って危ないよ、ここで遊んじゃいけないよっていうのが尾ひれがついて怪談になっていくっていう、だからカッパの伝説なんて結構全国いっぱいあるんじゃないですか。うん、で結構楽しいカッパの伝説はね、小畔川のカッパっていうのがありましてね、まあ、この子たちがタネシをお金に変えて、東海道を旅してバレたっていう話があるんですけども、うん、すごい端折りましたよ今。はい、詳しいお話知りたい方はですね、ぜひですね図書館に行って埼玉県の民話と伝説川越編とか、もしくは川越の民話と伝説っていう本をですね、読んでみてはいかがでしょうか。
ね、あの北院の中にも怪談というか伝説というかっていうお話いっぱいありまして、うん、まあ、北院の一部にですね、まあ、今はもう北院の境内ではありませんけれども双子池っていう池がありまして、何を隠そう辰野池弁財天の話らしいんですけども、うん、でここにですね落ちた双子さんたちが、浮き上がってこなかったっていう話があって、でしばらくしてその服だけ浮き上がってきたっていうお話があるんですよ、うん、これも相当はしょりましたけども、でこれもねあの昔のその辰野池弁財天っていうのは今でもこんこんと湧き水ありますが、もっと水量が多かった感じなんですね、でしかも冷たいというようなお水があって、で子供たちだけで遊んでやっぱり落ちたら危ねえよというね、あなんかそういう戒めっていうのがあったのかもしれないですね。ただあのその近代のようになってあそこで何かあったって話は私はあの聞いてません。はい、あの気づいてないだけかもしれませんけど聞いてません。夏場はねあの水が結構ねあの流れる音がね涼しげな感じなんで、うん、これ北院散策の時にちょっと足を伸ばして寄ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、まあこのね、心霊スポットって私はどちらかというと観光スポットにはしたくないんですけども、うん、でもまあそういうの知ってて歩いていくっていうのと知らないで踏み入れちゃったっていうのと、仕掛けを知ってるっていうのがあれば意外とですね、楽しい散策になるんじゃないですかね。こう歩いてってね、あの普通のこう歴史的なものを見ながら歩いて、そして、その後に、なんかこうそういういわくっていうかお話があったところっていうのを見ていくっていうのも ねなかなかね興味深い、流れになるんじゃないかなと思います。ちなみにさっきのね狐に化かされた妙見院さんね、こうもう一回言いますけどしだれ桜が綺麗です。それからこの近くにですねエースコック東京工場という工場がありまして、これいっぱいカップラーメン作ってるんですけど、北海道のですね、中心に展開しているセイコーマートさんの、カップ麺の一部もここで作っておりますので、もしこの夏これから北海道行くよっていう方がいらして、でセイコーマートで地元の、コンビニの、カップ麺をお土産に帰ろうとか、ね、考えている方はぜひ裏を見てください。エースコック東京工場って書いてあったら埼玉県川越市今福での製造になりますのでね、これご注意くださいね、こっちの方がよっぽどミステリーかなっていう感じがいたします。まあ、そんなこんなでお送りしてまいりましたちょっとディープな、川越階段案内、いや違うわ観光案内ですね、冒頭のですね夏休みの自由研究の、方もですね、皆さんのね、ご応募お問い合わせをお待ちしております。そしてね野良倉ってねディープな案内だけでしょってよく言われるんですけれども、とんでもございません、まあ、確かにね、あえての一番街とか、それから金付堂周辺を外してのご案内とか、有名な場所でも気づかない場所の案内をしておりますけれども、一応ですね小江戸川越検定 2.5 級自称ですね、はい自称、本当は3級です、それから日本観光士会のですね、認定の観光プランナーでもございますので、普通の観光案内できますので、はい、ぜひ皆さんですね、こういう時に、川越を知ってみるのもいいのではないかなと思います。はい、まあ、そういうことでお時間もですね迫ってまいりました。今日もね暑くなりそうですね。私この番組終わって2時間後に、黙祷を捧げまして、また町の方に繰り出そうかなと思っています。それではですね皆さん熱中症にも十分注意していただきまして、本日も小江戸川越でお楽しみください。